はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は、ギレンの野望、新ギレンの野望ですね、ロゼル編続きやっていきましょう。ここまで、ギレンを、父殺しのギレンを討伐したというところまで順調に進んでいたんですけども、連邦が再び、ソロモンに対して、攻勢をかけてきたということで、これの迎撃を行っているというところになります。では早速続きをプレイしていきましょう。まずは、そのソロモンの方なんですけども、この後、地球に部隊を輸送したいので、シムスのビグザムを一旦駐留させます。引き上げさせます。で、残りの部隊で、連邦宇宙軍を撃破していくんですが、その前にね、ギャン、ガウを、キリマンジャロに輸送します。キリマンジャロを前回最後ね、ノイエンビッターが確保してくれたんですが、まあ危ないのでそのままにしておくと。モビルスーツを送って補強しておきましょう。リックドムはどうしようもないので、ガッシャ、ちょっと待ってね、ガッシャってそもそも宇宙専用じゃないよねっていうのを確認しましょう。そうだよね。なので輸送します。ザクカイ、ガッシャ、あとはドム、3連星のドムで、ギガン、これをキリマンジャロへ送ります。でキリマンジャロを忘れないうちに先にモビルスーツの生産しておきましょう。そうだな、この後のことを考えると、ドームになっちゃうのかな。できればズゴックとか作っておきますか。まあ、割と作りやすいコストなんで。で航空としてはやっぱりガウになるよね。ガウを作ります。まずはね、キリマンジャロは守り、宇宙、地球での拠点をね確保しておきたいということで、守りに専念しましょう。では部隊を動かします。まず青暴空から出た部隊ですね、これをルナ2方面へと向けていきましょう。ここはもうちょっと足が遅くなるんですが、我慢していきます。制圧できちゃえばね早いんですけどね、それまでの間はちょっと足が遅い。ここは我慢して部隊を、バオア空からもルナ2に向けていきます。問題はここだよね。攻撃を仕掛けていく。ドズルはあんまり前に出したくないので、ここはどうしよう。バロムのグワジンまだ完全回復してないからあんまり出したくないな。そうなるとしょうがない、ここはキシリアを前に出しましょう。できれば確実にね敵を倒していきたいので、そのためにはある程度味方の指揮圏内に入れておきたいので、危険を承知で艦影も前に出していかなきゃいけないんだよね。
ギャンはちょっと置いていかれないように注意をしましょう。置いていかれるともう何もできないというか、動かしようがなくなってしまうので、よし、これでいいかな。一応地上も確認しておきましょうか。あんまりモビルスーツ隊を展開するとキリマンジャロが落とされるので、あんまりモビルスーツ隊展開できないっていう事情があるんですよね。よし、ここはこのままにして先に進みましょう。ガンキャノン2には貝が乗ってたんだな。さあ、ここはみんな経験値の稼ぎどころだぞ。一刻も早くルナ2を撃破して、地球にね、再降下できる状態を作っていきたいと思います。なに、リックドも2機一気に失ったか。なかなか連邦もやるな。ご指示をね。まあ、ここはただ我慢してキリマンジャロでモビルスーツを作りましょう。イフリートとか用意しといてもいいかもね。陸戦ではイフリート強いんで、イフリートを作りましょう。でだ、アムロのガンダムか。シャアをぶつける。ここはビグザムも前へ押し出そう。フロンタルどこに行ったところで撃破されたかだ。しまった、バルバロが何もできなくなってる。もったいないな。これは対策前進でいこう。弾よけにはなってくれるだろう。でモビルスーツは失いたくないので、減った人は一旦後ろに下げます。これついに出てきたんじゃないか、バーミンガム級が。バーミンガムに見えるね。もうバーミンガム作り始めたか。バーミンガムの硬さ異常なものあるからだ。
さあ、じゃあ部隊を出撃させつつ、輸送でギャンはキリマンジャロに送りましょう。で、ジオン、あ、そうだね。そういう意味で言うと、輸送はリグザムもキリマンジャロに送る。一気ね。で、ちょっと待って。あいつがいなくなっている。しまった。ジオングも一緒に送っちゃったかな。これは参った。とんだボンミスしたね。地球降下作戦って特別作戦発動しないと多分発動できないよね。ルナ2なんかバーミンガムがいっぱいいるってことを考えると結構分厚そうな予感がするので躊躇しちゃいますね。じゃあちょっとこの後ね、しばらく早送りで進めていきたいと思います。はい。ですね、実は連邦が地球から部隊を打ち上げていて、まあ主にバーミンガムの嵐だと思うんですけど、これらをちょっと迎え撃たなきゃいけないという状態になってます。なのでモビルスーツ隊を出していきましょう。ちょっと思ったよりもね、敵が大部隊で驚いてるんですが、まあここは、まあ、ある種仕方がないというか、相手をちゃんとしていきましょうというところですね。まあ、バーミンガム級なんで、主力がね、敵の主力が。モビルスーツ戦になるってことはあまりないのかなと思うので、まあ、しっかり、味方はモビルスーツを出して、しのいでいきましょう。まさかこれほどの大部隊が出てくるとはちょっと思わなかったので驚いてますが、ここはしっかり敵の相手をしていきましょう。厄介なのがたまーにペガサス系が混ざってますね。ペガサス系を相手にするにはちょっとモビルスーツの数が足りないかな。手数っていう面でね。一応地球に降下はできそうだな。ただちょっと今降下するタイミングでないのは間違いないかなと思いますが。
索敵がうまくはまらないな。はまらなかった。最後の最後まではまらなかったな。ただアクトザクだったらいけるんじゃない？ダメ。索敵がハマってくれないとちょっとバーミンガン戻せる気がしないけど、大丈夫かな。ブライトが乗ってるのかこのバーミンガム。ローリでなんか一気だけど頑張ってるわけだな。ブライトが乗ってるならここはもう全力で当たるしかないですね。さて、まだソロモンからモビルスーツ出せるなら出しておきたいけど、なかなか苦戦が続いてますが、じゃあまたここでね、しばらく早送りで進めていきたいと思います。はい、ということでちょっと全然実況できてないんですが、ようやくルナ2の手前までやってきたので、次回はねルナ2攻略戦をやっていきたいというふうに思います。で、衛星軌道上はですねちょっと劣勢になっていて艦隊を引き上げつつあるんですが、エルメス、シャリアブルのエルメスを差し向けたので、これでなんとかね、持ちこたえられればいいかなと思っています。で、キリマンジャロ方面はやっぱりね敵のモビルスーツが
構成の化していて苦戦しそうな予感です。ただ最新鋭のゲルググしかも改良しているものを、キリマンジャロで大量に生産中なので戦力が整ったら、モビルスーツの性能もね、互角に持ち込めるかなというふうに思っています。というわけでね、今回はじゃあここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。